光り輝け、セイバーデモンドラゴン。どうも皆さん、リュウです。さあ本日はですね、イベントにて登場したセイバーデモンドラゴンをね使っていきたいと思います。来ましたね。以前からセイバースタードラゴンはあったんですが、セイバードラゴン、九星竜セイバードラゴンね、これ、これを使ってシンクロできる、ジャックのモンスターですね。シンクロ召喚条件、九星竜セイバードラゴンプラスレッドデーモンドラゴンプラスチューナー以外のモンスター1体。かなり縛りはきついですね。相変わらずセイバースターってね、縛りめっちゃきついんですよね。なんですけど、この人セイバースターよりも全然強いですね。セイバースターの5億倍強いと、言われていまして、効果説明していきましょう。まずカードの効果では破壊されないということで、サンダーブレイクとか、ドキュー部隊とかあるの聞きません。で、このカードが攻撃したダメージ計算後、フィールド上の全ての守備表示モンスターを破壊すると、これはレッドデーモンドラゴンっぽい効果ですね。で、こっちのね、これが強いですよ。1ターンに1度相手フィールド上の表側表示モンスター1体を選択し、ターン終了時まで、選択したモンスターの効果を無効にしながら攻撃力分、吸収すると。だから絶対4000パンチ通るんですよ。相手が、4500であろうと、5500、6500、8000、1万であろうと、その攻撃力を全部吸収するんで、だから絶対4000通るっていう、そういうモンスターです。で、エンドフェイズ時、このカードを持ち主のエクストラデッキに戻して、自分の持ちのレッドデモンズラゴン1体を選択して特殊召喚すると、絶対帰っちゃいます。定時退社ということですね。はい。で、まず定時退社するこのモンスターどうやって使うかっていうと、基本的に4000あるんでワンキルしていくっていうデッキになるんですけども、ギミック、セイバースタードラゴンの時にやったギミック皆さん覚えてますかね。今回ちょっとジャック全然関係なくてマジで申し訳ないんですけども、電池面っていうね、そういうギミックを使ってやっていきます。で、ギミック3枚でこれ出せます。実質手札に必要なやつは、太陽電池面と、リビングフォッシュルと、チューナードルカですね。これでいきます。太陽電池面召喚して、で、バイロンプリズム、イカズ一族のチューナーを落とします。で、リビングフォッシュル使うって特殊召喚すると、4と4が並ぶんで8いきます。で、太陽電池面ってイカズチとか特殊召喚されると、トークンが出るんですよ、レベル1の。だから、トークン出てる、レッドデーモンズラゴンいるっていう状態なんで、スキル使って、デッキからね、この救世の導きっていうスキル、どういうスキルかっていうと、スキル、チューナーを1枚デッキに戻すと、デッキからセイバードラゴンを出せると、救世竜ね。で、これで救世竜出して、で、1のトークン、レッドデーモンズ、救世竜で10と。こういう感じですね。で、バックに相変わらず、インガー切断とかそういうの弱いので、対策していくと。清掃を使っちゃうとちょっと打点が下がっちゃうんで、コズミックサイクロンの方がいいかなっていう。ナイトショットとかでもいいんだけどね。一応相手ターンの妨害ができるんで。で、定時退社させない方法として、ネクロバレーっていうのが有名で、これ貼っとくと、レッドデーモンズラゴン墓地から蘇生するっていう効果が、実質無効になるんですよ。だから、ネクロバレー相手にも刺さるし、自分のモンスターが定時退社しないっていう、ギミック、シナジーがあるので、これ1枚積んでます。はい。本当はもうちょっと積みたいんだけどね、ちょっと枠がないから。はい。っていう感じで、早速ですね、セイバーデモンドラゴンのアルティメットパワーフォース、決めていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、来ましたね、セイバーデモンドラゴン。成功率はだいぶ、ハンドいいな。成功率はだいぶね、低いですけれども、やっていきましょう。成功率どんぐらいだろうな。トラマイット OK。10% くらいじゃない多分、そもそもね、コンボパーツが手札に揃う確率が20% 弱ぐらいだと思うんで、結構ね、あれなんですよね、ボタン型いると、あ、強いな。ただね、バックがちょっときついんだけど、行くしかないか。太陽電池面召喚。ちょっとあれであってほしい。なんだっけ、トラミッドパルスかなんかで。これどっかで妨害されたら終わるけどね。バイロンプリズムを墓地に送るぜ。さあ、初見ギミックだろ、これ。止めどこわかんねえだろ。止めどこはもうここで止められるときついぜ。ちなみにな。さあ、バイロンプリズムを特殊召喚し、太陽電池面の効果を発動。イカズ持続モンスターが特殊召喚に成功した場合、太陽電池面トークンが生まれるぜ。そして場にはレベル4が2体来るぞ、ユーマ行くぜ。王者の鼓動がどうのこうの、新規の召喚。これ召喚部見せるか一応。我が魂レッドデーモンズドラゴン
ちゃんと言います。王者の鼓動、今ここに列をなす天地明道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。そしてスキル発動、救世の導き。俺は手札のチューナーモンスターをデッキに戻し、デッキより救世竜セイバードラゴンを特殊召喚。そしてレベル8のレッドデーモンズドラゴンにレベル1トークンと救世竜セイバードラゴンをチューニング。ちょっと待って、パースビューにしてセリフォンにして一回実況放棄します。実況放棄なる。孤高の光、真の覇者となりて大地を照らす光輝け、シンクロ召喚。大いなる魂セイバーデモンドラゴン。うわー、これでもうこのモンスターはカードの効果では破壊されない。あれは俺はトラミッドパルスと呼んでいる。トラミッドパルスは効かないぜ。ちなみにな、ちょっとセイバーデモンドラゴンのモンスター効果により攻撃力を吸収、パワーゲイン、パワーゲイン。そこでモンスター効果発動。ふん、いいだろう。カイバシャジョンになってた。ふん、いいだろう。ドラミッド君、いいだろう。全く問題はない。俺はあのなんかダンサーとかいう気持ち悪いモンスターは、うわ、ぶん投げれば勝ちだ。さあフィールド魔法ネクロマレンの効果によって俺は定時退社しない。ブラックキオとカスで何いいだろう。そのが許してやろう。でもこれどうせトラミッドパースだろ。狡猾も効かないぞ。でも言うて狡猾もトラミッドも効かないとか、これ強すぎか。まあいいよ全然。あ、パルスね、オッケー。もう全く問題ないよ。効かないもん、1ミリも効かん。そのカードもうね、スフィンクス持ってきても遅いから。いくぜ、バトルベース、アルティメットパワーフォースは暗い。圧倒的強者のゴーン、セイバーデモンドラゴンの攻撃、アルティメットパワーフォース。うわず強い。俺がこの荒ぶる魂の突き抜かる、俺は戦う、俺の魂が燃え尽きるまで。てれてれー、強っ。まあ、セイバースターよりは明らかに強いということを言っておきましょう。セイバースターよりはね。さあ電池面ボタン型をセット、カードを1枚セット、ターン終了。ボタン型も、まあ、強いんですわ。これ戦闘開始されると、デッキから太陽電池面、まあ、太陽電池面じゃなくてもいいんだけど、あの電池面、あ、オッケー、そっちね。電池面も特殊召喚して、で、電池面、あで、破壊されるとワンドロー入ると。で太陽電池面特殊召喚に成功すると、イカズサ種族を墓地に送れるんでね。これがね、すごく相性がいいですね。素晴らしく、はい、まやかしいいでしょう。さあマトリョーシカ新居が来た。まやかしもね、今めっちゃ強いと思うんですよね僕ね。ちょっと新しいね、あのなんかバランスまやかしっても流行ってるらしいんで、ちょっと俺も使ってみようかなと思ってるんですが、なんかバランスまやかしがめっちゃ強いという話は聞いた。なんかいろいろなところでなんかポイントバトルでなんかすげえ勝ったりしてるらしいよ。ちょっとまたそれも動画にしよう、させてもらおうかなと思ってるんですが、さあ天狗来た。さあマトリョーシカ来るぞ。11シンクロもさ、なんかエラッタしたら来れるよね多分。エラッタしたらっていうか、あのね、テキストにね、あのまやかし11シンクロモンスターもいるんですよ一応。なんですけど、なんかテキストに確かね、なんかリンクモンスターって書いてあるんだよね。だからなんか、まあ、書いててもいい気がするけどね、もうもはやもうこうなってくると、別になんか書いててももはやもうなんか問題はないみたいな話あるけどね。さあセットしていく、セットセット。いや肉癖怖いな、肉癖嫌やな。まあ、いや、ボタン型殺してくれんな。今ボタン型の効果、太陽電池面を攻撃表示で特殊召喚していく。そして太陽電池面が特殊召喚成功した場合の効果を発動、墓地にイカズチ族モンスターを送るぜ。これで俺のデッキトップは、ね、まあ、でもそれでもいいか、それでもいいわ。とりあえずコズミックサイクロンで1枚抜かしてほしい、1枚抜かしてほしい。ドキュー部隊オッケー。いや、もう1枚何これ。その時は光りますか。いや、光りますね、光りますね。なるほど、バイロンプリズムを召喚するしか私ございませんね。さあ太陽電池面の効果によって、いや、もう1枚何だろう。なんかね、結集とかであってほしいんだよね。5つの結集とかであってほしい。
言うてそんなに効かないけどな。ドキュー部隊以外は、ドキュー部隊をこれでレッドデーモンズをドキュー部隊とかしてくるときつい。さあレッドデーモンズドラゴンを特殊召喚。王者の鼓動、今ここに列を成す天地冥土の力を見るがいい。星野さん見ていますか、星野さんの魂レッドデーモンズドラゴンをシンクロ召喚。そしてバイロンプリズムの方も一応発動しよう。レッドデーモンズドラゴンに装備し、なんかでも今あんまり関係ない、今あんまり関係ない、スキルはずを救世の導き。俺は中南を手札に戻し、手札からデッキに戻し、救世にセイバードラゴンを特殊召喚。そしてなんか通る、通るぞ。レベル8レッドデーモンズドラゴンにレベル1のトークンとレベル1の救世竜セイバードラゴンをチューニングしていく。さあ実況放棄タイムだ、行くぜ。剣魔されし孤高の光、真の覇者となりて大地を照らす光輝け、シンクロ召喚。大いなる魂セイバーデモンドラゴン。うわうるせえ。セイバーデモンドラゴンのモンスター効果により攻撃力を吸収、パワーゲイン。パワーがいいんで俺のモンスターの打点が6900、バトルフェーズだ。これこそが圧倒的強者の轟音、セイバーデモンドラゴン。行くぜみんな一緒に、アルティメットパワーボース。うわー神ゲーだー、これは神ゲー、さすがに、さすがに神ゲー。自爆心全然出してきてないやん。さあお相手の方、闇遊戯選手、もう勝ち試合取れたぞ、勝ち試合はもう十分だ。成功率ね、まあ高くはないけど、出すにはかなり簡単だと思う。このギミックが一番、全然関係ないモンスターをちょっと使って申し訳ないけどね、このクソ甘えた、クソ甘えた、なんか先行ノーガードエンドみたいなね、なんかベイル握ってるから OK みたいな顔して待ってる闇遊戯君に分からしてあげましょう、分からして差し上げちゃうよ。さあレベル4の太陽電池面にレベル4バイロンプリズムをチューニング、シンクロ召喚。王者の鼓動、今ここに列をなす天地冥土の力を見るがいい。シンクロ召喚、星野さんの魂レッドデーモンズドラゴン。そしてスキル発動、救世の導き。俺は手札のチューナーモンスターをデッキ戻し、デッキより救世竜セイバードラゴンを特殊召喚。レベル8のレッドデーモンズドラゴンとレベル1のトークンにレベル1救世竜セイバードラゴンをチューニング、いくぜ。実況放棄実況始まり。剣魔されし孤高の光、真の覇者となりて大地を照らす光輝け、シンクロ召喚。大いなる魂セイバーデモンドラゴン。かっけー、召喚ムービー欲しかったなまあそんなこと言ってもね仕方ないんですけど、行け。アルティメットパワーフォース。いやー、なに？マンジロック。なに？あ、定時退社。マンジロック強。定時退社、定時退社来る。やばい。まあ、いや、でも3000あるしな。さあ、レッドデーモンドラゴンを墓地から特殊召喚するぜ。いや、帰ってほしくない。ちょ、もうちょっと仕事しよう。もうちょい仕事してほしいな。もうちょい仕事欲しい、してほしい感もある。ちょ今日さ、なんか残業していかない？結構ね、すぐ帰っちゃうんですよね、彼は。ディスインドローやばい。ね、ちょっと一回戻そう。やりにくい。OK。ポルターガイスト強っ。まあ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 。戻すんだよね、これね。無効化されオッケー。了解。了解、ポルターガイスト戻った。で、幻獣士、誰よ、お前。召喚と判定召喚に成功したときに、フィールドの数までトークンが出るってやつね。はい、いいよ。あ、なんだこれ。あ、The Atmosphere じゃん。The Atmosphere。あれ？あれれ？